今日も一日お仕事、学校、部活、家事、育児、その他もろもろお疲れ様です。なんかハワイが歌ってるな。私たちの私たちのギフトあれ、これハワイが歌ってるよね。これ間違いなくハワイっつうか、ハイビスカスか、ハイビスカスが歌ってね、マイクとハイビスカスが歌ってるよね。ありがとうございます。8月です。いやー、みたいな。8月嘘でしょって。もう2024年、まあ半分超えたのはギリ許せてもさ、8ヶ月目、8ヶ月目っていう、みたいな。だいぶ嫌ですね。まあ嫌ではないけど、夏だし、夏すぎる世界が。夏休みみたいなもんですね。熱中症とか気をつけてくださいね。結構なんか体調がね不安定っていろんなところで聞くので、ちゃんと水分塩分とってもろて。あー、学生メンバーの配信の時間、確かにね、私も高校生の時は5時からしか何もできなかったから、メンバー体調悪いの？知らない。そうなの？私もうメンバーと1週間ぐらい会ってないからさ、わからない。そうなの？まあでもやっぱちょっと熱中症は怖いよね。室内でも怖いよね。私8月の公演ってさ、何日まで出てましたっけ？公演スケジュール何日まで出てましたっけも何もないか。いや、まああれ、何日まで出てます？8月の7日まで出てるのか。そうだよね、そう、7日が平日の1公演あって、私次出るの7日なんですけど、8月の4日にもあるんですよ公演は。私いないんですけど、メンバーには。確か4日だっけ。4日だよね。代打出演、代打出演準備した方がいいかな。みんな元気かな。全然人の心配してる場合じゃないけどあ、そう、もっちゃんの生誕だから、私がやってるポジションってルアスマイルとゆうなちゃんができるから、
うん、だから後輩の生誕はね、その枠を後輩に譲りがちなんですよ。そうそうそう、お出迎え、あ、出た、お出迎えね。私さ、なんかお出迎えしたこともないしさ、されたこともないからさ、てかそもそも劇場公演のさ、顔認証とかがどういう状態でどういう風にやるのかをさ、理解しえないわけ。だからイメージも湧かないんだよね、お見送りじゃねえわ、お出迎えの。そう、イメージすら湧かない。なんか最近変わったらしいじゃん。今まではなんか顔認証もメンバーがやってたけど、変わったっていう噂だけは聞きました。うん、あ、 iPad でやってんの。あ、そうなんだ、タブレットでやってんだ。へえ、そう、想像すらもつかなくておもろい、そんなことあるんだっていう。想像すらつかない。まあでもそうですよね、なんかお客さんとして入ることってほとんどないからさ、劇場公演に。そう、メンバーがね。でもまあ逆に言うと、お客さんはメンバーとして劇場公演に参加したことないわけですから。今ビンゴしてないの知ってる？ごめん、それはさすがに知ってる。そこまで情弱ではない。さすがにビンゴはだいぶ前から存在してないですね。うん、そう、いつからかオンラインで、もう何、デジタルで席抽選されてますよね。なんかビンゴ時代私全然いなくて、まあ研究生、初期研究生はいたかもしれないけど、なんかちょくちょく先輩の時代はメンバーがビンゴに出てあのやってた時もあったと聞いてますが、まあ大変効率が悪いという話は聞いてますね。うん、大変効率が悪く、人でごった返すと、そういう話は聞いてますけれど、まあそれはそれで盛り上がりそうですけど。ビンゴって何ですか？なんかね、前は席の順番をビンゴって決めてたんですよ。劇場公演のね、そうっていうお話。今はデジタルで、まあ、今一般的なチケットの発券と近しい感じでやってますね。確かに生誕では今ビンゴやってっからな。ビンゴって意外と盛り上がるからおもろいよね。そう、別になんかビンゴっていつから存在してるんだろう、娯楽として。抽選会、そう、だから私はロビーとかにみんなが集まってビンゴをしたりとか顔認証したりっていう思い出をみんなと共有していないから、みんなの見ている景色が分からなくて。でほら、別にビンゴとかあんのかな、探したら分かんないけどさ、あの基本撮影禁止じゃん、劇場入ってさ。撮影禁止でもないのか、
え、どうなんだろう。でも顔認証してるところ撮影したりしないじゃん、メンバー撮っちゃいけないし。だからあれっすよね、世にも存在しないから。キャン待ち夏いな。私は一度 AKB 劇場にお客さんとして入ったことがありますよ。確かファミリー席だった気がするけど、真ん中ぐらいの、ど正面の真ん中の。でも当時は私は小学生なので、何のやり方も知らないでもハイタッチ会だったの、お見送りは。確か記憶が正しければ。え、 AKB さんって昔はお見送りハイタッチだよね確か、え、違った？いや確かそうだった気がする。うん、ハイタッチっつってもあれね、握手会とかじゃなくて、メンバーが一列に並んでてみたいな、でドアーってやるやつね。今はそうだよね、違うよね。ロビーに、確かメンバーさんがロビーに出てきてた気がするけど。私の幼い記憶。古い遠い記憶。うん、もう10年前ぐらいじゃないかな。10年前でもないわ、もっと前だわ。14年、多分小学校、14年も前じゃないか。多分私が小学校4年生の時とかだと思うから、12年前ぐらい。え、私そんなに年取ったんだその時のメンバーは、僕の太陽のチーム4でした。チーム4の僕の太陽公演でしたね。まだ秋葉に AKB カフェとか AKB グッズショップみたいなのがある時代です。なんか衣装飾ってあったりとかしてた。もうこれ本当私記憶で喋ってるから、どうしよう捏造だったら勝手に勝手にね、頭で作ってたらどうしよう時代の現役のメンバーさんはほぼいないんじゃないかな。NGT コラボカフェやりたいよね。なんかいろんな、誰々のなんとかお弁当みたいなさ、なんとかオムライスみたいな、火の水いいからさ。
今日は水の日です。皆さん水を飲みましょう。そう、おにぎりだけにとどまらずやりたい。リアルに自分なんだろうな。まあ飲み物だろうな。飲み物枠なんだろうな。壇上読みます。13位むっちゃんさん、12位 X 山さん、11位ともひろさん、10位げんごろうさん、9位ひよりげたさん、8位ひさきさん、7位くじちぃさん、6位ひのひいのさん、5位しんいちさん、4位むつきさん、3位突破きゅうさん、2位とうごさん、1位あずきさん、ありがとう。ということで、おやすみむらー、バイバーイ。